セミネ駅は、宮城県栗原市セミネ下田にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。駅舎とは、湖泉橋でつながっている。ホーム上に、待合室がある。小後田駅管理課の業務委託駅で、緑の窓口、自動券売機が設置されている。栗原、 止めの玄関駅で、かつては、戦北鉄道の路線も乗り入れており、駅、ホームは JR 線ホームのすぐ東側に存在し、現在の JR 線ホームの古線橋から直接入ることが可能であった。しかし、戦北鉄道の廃線に伴い同線側の古線橋が撤去され、現在はその入り口が壁となって塞がれている。その様子は、 セミネ駅舎跡地の駐車場から見ることができる。また、セミネ駅跡地は駐車場等に転用され、傍らに、仙北鉄道セミネ駅跡,跡の石踏みが立つ。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は385人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。仙北鉄道セミネ駅跡地駅前には、商店のほか、住宅もある。 東側は田んぼ、バス停留場の名称は、セミネ駅前である。ありがとうございます。